パルスマン5世は、ホスロイド朝イベリア王国の王。在位期間については、諸説あり、18世紀の歴史学者、バフシティバグラティオには、著書、ジョージアの歴史において、パルスマン5世の在位期間を528年から542年までと、記載している。一方、20世紀ロシアの歴史学者、キリル・トゥマノーフは、再研究の結果、 在位期間は547年から561年までであると述べている。パルスマン5世は、バクル2世の息子であり、キリル・トゥマノフの研究によると、547年に、イベリア王の地位を継承した。パルスマン5世の死後、イベリア王位は、王いのパルスマン6世に引き継がれた。ジョージア年代期の中世アルメニア編によると、パルスマン5世の地世、アラン族によって、 カルトリ地方が攻撃、破壊された。その後、オセチア人は、パルスマン5世に対して、サーサーアン・アサの支配下に入るよう促したとされる。一方、バフタング・ゴルガサリ王の歴史の原文では、アラン族に関する言及はなく、ペルシャの一方的な侵略のみが記述されている。ペルシャとの戦争について、ジョージア年代記は、当時関係の深かった東ローマ帝国が、 西側の敵との戦いの最中であり、パルスマン5世を支援することができなかったと述べている。この戦いは、ユスティニアヌス帝による東ゴートへの遠征と考えられている。ありがとうございます。